ルートを選んでくれ。飛空艇発進。大丈夫か？一回休みってな。ヌジさんは？先行った。結局来てるし。どこで待とうと一緒だろ。じゃあギップルさんのことお願い。私に命令するのかい？けなげで献身的なルブランが待っていると伝えておく。よし、乗った。バイン先生、ヌージから預かった。2年前のだ。スフィアカメラに残ってたんだと。後で見るよ。待って、今見た方がいい。気になること、そのままにしておいたらちゃんと戦えないから。そうだな。何して遊ぶかな。どうよパイン先生。空飛ぶ船かな。さっきあんたが話してたやつ、本当にあるなら飛ばしてみたい。じゃあ君が操縦士だ、僕は広報士でもやろうかな。機関士は俺に任せとけ。ヌージは？船長。ああ、向いてそうだ。素人に船を任せるとはな。安心しろ、黙ってふんぞり返ってりゃそれらしく見えるって。ぴったりこき使ってやる。それあの時の私、どこ行ったんだろうな。パインの中で眠ってるんだよ。起きて起きて、そろそろ出航だよ。船長と広報士、迎えに行こう。ここから先に進んだらもう引き返せないよ。根拠は？勘。私の勘もそう言ってる。動き出した。バラライもベグナガも奴の支配下だ。周囲ですね。だが策はある。上策とは言えんがな。聞きたいな。奴は誰かの体を利用して行動する。だからバラライを撃つ。嘘。
運次第では死にはしないが、体は役立たずになる。周囲はバラライを捨てるはずだ。そこを俺の体に戻す。あんたはどうなる？周囲と一緒に消える。体に仕掛けをしておいた。周囲ごと蒸発だ。やっぱり。あんたが船長だろ。船長だからな。納得しないで。却下です。ヌージさんの作戦は却下です。だって2年前の私たちと変わらないから。あの時私たちは一緒に戦ってきた召喚獣たちを自分の手で倒した。そうするしかなかったから。スピラを救う方法はそれしかないって思ったから。大事な仲間が目の前で消えていく、どんな気分かわかる？こうするしかなかった。どうにもならなかった。納得して、我慢して、覚悟して、受け入れるって決めていた。逃げたり目を背けたりとか絶対しないって思ってた。だけど熱くなって苦しくて。ごめん。みんなは褒めてくれたんだ。頑張った、すごい、よくやったって。そう、数えきれないほどの笑顔。私もつられて笑顔になる。でも振り返ると、いるはずの人たちがいない。一緒に喜びたかった人がいないの。仕方ねえって。うん、仕方ない。どんなことも仕方がない。おまじないみたいに何度も何度も繰り返すんだ。だけど全然効かないんだよ。唱えても唱えても後悔だけ。ユナちゃん、すまねえ。もうそんなのは嫌。誰かが死ぬとかいなくなるとか、最初から決まってる戦いは嫌なんだ。ヌージさんが本気だってことはよくわかりました。その心意気を私に預けて。ふん、何か策があると。光？それは奥の手。その前にねえ、リュック、どんなにすごくったってベグナガンは機械だよね。なんとかすれば壊せるよね。多分ね。始める前から考え込むなんてらしくないんじゃねえの、お前ら。けなげに待つのもらしくないだろ、旦那。ベグナガンの破壊は可能。必ずきっと絶対にだ。なぜならば、人が作った機械だから。うん、注目。どうやらあいつを壊せそうです。
怒ってる怒ってる。意外と単純な機械だな。だが周囲は奥の手。ほう。アイヤギアモ。究極の幻想だ。上等っす。私たちは周囲にレンの思いを届けに来た。愛が届けばどうにかなると。いい話じゃないか。私は乗るよ。過去の異物に過ぎ。ユーナには仲間がいるじゃないか。みんなで戦えば大丈夫。手分けして攻めよう。足は任せな。俺らは上だ。じゃあ尻尾だね。みんな行こう。またな。恐れなくていい。ユーナたちならできる。はっ、よっしゃ。よし、次だ。次はユーナ。まずいって。もう逃げましょうって。お嬢、蹴られたいかい。生きて帰ったらいくらでも。行こう。なんだ、来たのかい。ここは譲ってやるよ。私は旦那の応援だ。お願い。ルブランたちにはきつい相手だな。あいつらに代わって。カモメ団参上。足やっつけた。なんとかなるもんだな。上へ行こう。
お先に。だいぶ削ったんだけどな。とどめは任せて。頼む。大きいね。てっぺんまで来た。少しは緊張してくれ。足は脇役だ。どこを攻めるか分かるな。次は。もしかして終わり？その通りだ。バラライ！すべての終わりだ。あっちも奥の手だよ。いや、笑うわけだ。ユウナ、終わらせてやれ。はい。みんな、落ち着いて。これで最後。ベグナガン、お前が世界を終わらせるんだ。今度こそ終わり。やっと話せる。伝えるよ。周囲レン、あなたに伝えたいの。千年
届かなかった言葉。ありがとう。最後まで一緒に歩けて嬉しかった。でも君を救えなくて。いいんだよ、もう一人で悲しまないで。眠って。消えていいんだな、二人で。違う。待って！お前はレンじゃない。ダメだ、心を閉ざしてる。もうやめて、シュイン。ユーナ、シュイン。シュイン。お前に何がわかるってんだ。もかかってやっとこれだけ。これだけでいい、もう十分だよ。君の気持ちだけで胸がいっぱい。だからもうやめよう、帰ろうよ。いいのか？何もかも千年前じゃない。振り返っても遠すぎるから。眠ろう、周囲。ずっと一緒に。新しい歌聞かせてあげる。ありがとう。Thank you.
ありがとう。どういたしまして。ねえ、聞こえたんだね。彼に会いたい？彼？そう、彼。一緒に歩きたい。約束はできないんだ。でも、やってみる。いつかは友と一緒に船に。俺を支えてくれたのはそんな思いだ。やがて多くの仲間が集い、新しい船が生まれた。それが青年同盟だ。新エボン島という船にもたくさんの人が乗っていた。一人で漂うのが不安だから、まとまって船に乗りたいってやつが大勢いたんだ。まあ俺もその一人だけどさ。一人ではできないことも仲間がいればたやすく可能になる。船に乗ることで手に入れた大きな力だ。でも力の使い方を間違えて船と船が争うことになってしまった。すまなかった。忘れていたんだ。僕たちは生まれた時から一緒に大きな船に乗っていた。スピラという船に。この船の行き先は誰にもわからない。だが確かなのは、どこへ行ってもどうにかなるさ。俺たちは生きてるし、渚くんは続く。今回の事件で俺らは揃ってある人に世話になった。ああ、みんなも知ってるあの人さ。本当はここに呼びたかったんだが。私の場所に帰るっす。どこかの空で元気にしている。それが彼女の伝言だ。カモメ団、また会うにまで。ちょっともったいなくない？
っちも毎日パーティーだろ。もっと高く。了解。もっと早く。了解。声が小さい。了解。いろんなことがありました。これからもきっといろいろあって、私は泣いたり笑ったり、怒った後で笑ったり、変わっていくんだ。そうやって、それが私の素敵な物語。きっかけは君が映ったスフィア。どうすか？うん。おかえり。ただいま。ただいま。おかえりなさい。邪魔するなっつーの。おーい。おつーかさ、変わったよな。そりゃいろいろありましたから。行きたい。うん。きっかけは君が映ったスフィア。